こういうのもなんですが、俺結構強いですよ。どうなんじゃろう。あら、そうなの。じゃあお手柔らかにね。聞こえたんだが、ラウンドファンファイトって聞こえたんだが。甘いわ、甘いわ、口先だけのもんね。甘いわ、真実、カゴメカゴメ。あなたとの出会いが私の全てだった。いるやん、ゲーム内に大野城会長。お疲れ様です、ムービンです。今回もその恋終焉につきのゲーム実況やっていこうと思います。前回のパートはワコちゃんのルートですね、役員ワコさんのルートをプレイさせていただきました。はい、いろいろ事実が明らかになりましたね。大野城会長さんの目的と、まあ、過去のねゲーム実況、私の場合はゲーム実況なんですけど、過去プレイさせていただいたその恋暫定につきのストーリーで、まあ、ちょっとご都合っぽいところがあったんですけど、そこら辺が実は、会長さんが仕組んでいたという話が明らかになりました。もうすごいね。このシナリオ、この作品のシナリオの深さにはすごい驚かされるんですけれども、はい、引き続きビビってまいります。はい、よろしくお願いします。はい。引き続きビビってまいりますってなんだ。というわけで、今回はですね、第4話対決川端翼ということで、菊が丘くん視点のモードをやっていこうと思います。はい、会長とのデートの約束以前にあの子から許可をもらわなくてはいけない。平日はいつもグラウンドにいるはずだということでやっていきましょう。というわけで、はい、ファルコンスの会長とデートがしたい。もうこれエンター押すの僕怖いんだけど、やだけどみたいなこと言いそうなんでね。コスミさんとは違うタイプなんよ、本当に。で、元気なタイプなんだけど、メイノハマさんともまた違うタイプなんよ。絶対嫌って言うよ。見ててみんな、これエンター押すね。これからいきます。いや。もう解像度の通りや。僕の中でも川端さんの解像度はだいぶ高くなっている。もちろん過去作プレイしてるからというのはあるんやけれども。笑っちゃうね。うん。今着ている服はこの方が好きな野球チーム、ファルコンスの、チームウェアっていうのかな、を着ているんですけれども。はい。あ、野球部の外部マネージャーとして藤子を出入りしてるんだ。あー、なるほどね。あ、多校生なのはそのままなんだ。転校してきてるとかではないんだ、やっぱり。翼さんはね、あれなんですよ、その恋暫定につきでもプレイすれば分かるんですけど、他の学校の生徒さんなんですよね。なのでなんでいるんだろうって、今回このプレイする場所が富士校のグラウンドだったんで、なんでみたいな風に思ったんですけど、今書いてある通りですね、翼は他校生か、読み方他校生だが野球部の外部マネージャーとして富士校に出入りしていたという文章がある通り、他のなんていうの、大学とかではよくあるよね、多大のサークル入るみたいな多いんですけど、高校でもこういうのあるんだね。部員相手に的確な指示を飛ばす方はマネージャーというよりコーチと呼んだ方がしっくりくる。そうですね、過去作でもなんかコーチのような指示出しをしておりましたね。どうしてもだるそう。菊ヶ丘くんだるそう。絶対嫌。どうすればいいですかね。まあ、ったな。まあ、自信を起こさないためにはちょっと、デートしに行きたいよね、菊川岡君的には。部長はどう思う。あ、野球部部長ですね。見損なったな、菊川岡。面白いからやめてください。ちなみに野球部部長と剣道部部長っていう、一応見た目ちょっとモブっぽいんだけど、結構メインストーリー関わってくるキャラクターなんですよ。野球部部長も剣道部部長も光ってる目が左右逆なんですよね。野球部部長は僕らから見て左で、剣道部部長は右だったと思います。はい、それぞれ片目を分けてるんですかね。そんな設定ないと思うんですけど、光ってる眼光を輝いてる方が左右逆なんだよね。なんでなんだろうね。ほらね、おもろいんだよな。いや、ちょっと肯定してあげてくださいよ。ちょっと地震起きちゃうんで。その背景は伝わってる？まあ、伝わってるんだろうな。まあ、伝わった上で嫌だって言いそうだもん、川端さん。じゃあ部長が会長にデートに誘われたら？でも部長さんは彼女持ちじゃないんじゃないの？知らんけど。もちろん行くな。喜んで。でもそれは彼女いないからじゃない？うん。ほらねー。ほらねとかじゃないでしょ、でも。立場が違くない？もう、何それ信じらんない。部長は練習戻る。でもあれかな、菊ヶ丘くんと同じ立場だとしてどうっていう質問なのかな。あ、全然行くわってことを言ったのかな、それに対して。それはちょっと面白いね。はい。監督か何かか、コーチ監督のレベルなんだけど、川端さん。この学校の、ひいてはこの町のためなんだ。まあそれはそうやな。
そんなんじゃ信じられないよ。そんなこと言われても、むしろ君は信じるべきポジショニングやで。君はだって、なんつったら説明したらいいの、水難事故と思わせて、なんだその身を1年間ぐらいかな、1年間ぐらい社の中に閉じ込められてた人やで君。何言ってっか分かんないと思うけど、過去作プレイしてない人は僕が何言ってっか分かんないと思うけど、その人はもう過去作プレイして僕のゲーム実況見てる場合やない。確かにそれは急にこんなオカルト話されても信じられないと思うけど、でも信じられるやろ。違うの、むしろ私は信じるしかないでしょ。そう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 、会長の社に1年間も神隠しされてたのよ。なんで信じてくれないの信じてくれないわけじゃないんでしょ。嫌なだけだよね。はい、翼も会長が地震の鍵であることは理解してくれたようだ。なんせ一度死んだ翼が生きていたのは会長のオカルトパワーのおかげだからだ。学校や町のためだけじゃない、お世話になった会長にお礼がしたいんだ。まあね、彼女の命を助けてもらってるようなもんやからね。それでも信じられないよ。どこが信じられない？絶対に浮気しない。ああ、菊ヶ丘くんを信じられないの、モテモテやからな、キーくんな。キーくんって呼ばれてんだけど、確か会長となら浮気なの。あ、そうなん？そっかしゃ、じゃあしょ、じゃあしゃあないわななんかあれだ、お笑い芸人さんみたいになっちゃった。それなら浮気かみたいな。あ、お笑い芸人さんの方はそれは浮気とちゃうなだけど、言い方的にはいや、これは浮気やろ絶対っつって、ほな浮気とちゃうなだと思うけど、芸人さん風に言うなら、逆やね。今回の場合は浮気なのっていう断定だからね。芸人さんとは違うね。知らない人はちょっと調べてみてください。僕もちょっとコンビ名忘れちゃったそこ説明できないならそれ言うなって話なんだよな。元より翼はやきもち焼きで会長のことをとりわけライバル視していた。こうなることは相談する前から明らかだったのだが。わかった、デートの話断るよ翼、ごめんね。おお、彼女を取ったか、自信より。諦めちゃうの？それはそれでええみたいな逆にこのムーブをすることで、じゃあいいけどみたいな風な感じになるやつじゃん。うん、他に地震の回避策がないか探ってみるよ。まだ卒業式まで日付ありそうだしね。右上に出てた日付いつだったかな、2月だったかな。イチャイチャしよって。そうなキックンの顔見たくなかったな。あ、キックンじゃなくてキックンか。え、俺そんな顔してる？菊ヶ丘くん、なんやかんや会長との仲いいからな。恋仲じゃないんだけどね、結構誘惑してきてるんだけど、あんまりなびかないんだよね。菊ヶ丘くんイケメンやからなびかないんだけど、お世話になってるし信頼はしてるんだよね。信頼はめちゃめちゃしてる。なんだろうな、上司と部下みたいな関係性なんだよね。してるよ、もうしょうがないなお、そんなしょぼくれキックにチャンスをあげましょう。なんだなんだ翼、バッティングで勝負よ。おお、こっちも対決するんだ。あ、対決つってたな、そういえば。バッティング、バッティング、菊ヶ丘くんめちゃ強いはずだよね。野球やめちゃったけど。私に勝てたらキックのこと信じてあげる。どうだろう、言うて川端さんもうめえんだよな。なるほど、翼らしいな。その勝負受けて立つよ、キックン。イチャイチャしよって。もちろん手加減なしだからね。そりゃそうだろうな。絶対負けないよ、デートに行きたくば私を倒してからにして。ボス戦始めましょう。おお、すげえ、新しい CG や、背景 CG や。これ今までの作品で出てないね、多分ね。部活帰りに俺と翼は近所のバッティングセンターに来ていた。ファルコンス戦の興奮冷めやらぬ時、翼の機嫌が悪い時、ただ俺に話を聞いてほしい時、つまり翼の気分次第でしょっちゅうこの場所に訪れている。ああ、なるほどね、そういう場所なんだ。どうしても行くの？でも行きたいか行きたくないかっていうことを問われた時に、菊ヶ丘くんは行きたいんじゃないかな。自信のためだけじゃないとは思うよ。感謝あるからね、やっぱり。結構特殊なっていうか、さっき僕は仕事で捉えたけど、上司と部下っていう風に捉えたけど、特殊な友好関係だよね。恋愛感ではないんだけどさ、感謝もしてるし、感謝もしてるだろうし、会長さんに対して。そういう意味だと、
お礼も伝えたいだろうし、なんか柳川くんポジションじゃないけど、いろんな気持ちを持っていると思う。ああ、どうしても勝負内容はシンプルで、打球をホームラン賞に当てた方が勝ちだ。ああ、先行、球数によるのかな。なんつうの、例えば、菊ヶ丘くんが10球目でホームラン打てたとしたら、川端さんが、どのタイミングでバッティングを始めたか分かんないけど、10球以内でホームラン打たないと、負けってこと。翼は、どうして信じてくれないの？あ、浮気しないだろうって。なんで、菊ヶ丘くんの、ことを信じてくれないのってこと？だって、あの会長だよ。誘惑してくるだろうってこと？いくら菊ヶ丘くんが、圧倒的防御力を誇ってても、僕のプレイヤー目線で言うなら、柳川くんルート的な感じの、誘惑をしてくるんじゃねえのって心配してんのかな。そう、あの会長だよ。あの会長だから大丈夫じゃねえって思ってるのかな。菊ヶ丘くん的には。会長、まだキックンのこと好きだよ。その気になる。そんなことしないだろ。消されちゃうかもしれないんだよ。しないと思うけどな。さすがにそれはないんじゃない。結婚式で俺らを祝福してくれたよね。あくまで変なやつを、変な女たちを黙らせるためのムーブなんじゃないの。知らんけど。既婚者でも諦められない子いるって。会長絶対そうだよ。好きあらばキックンを取ろうとしてる。そういう意味だったら菊ヶ丘くんだけじゃなくて柳川くんも取ろうとしてるよ。そういう風には見えるけどね、正直ね。そんな好きないけど、俺は会長のこと何とも思ってないから。マジで君何とも思ってないよね。すごいよね、逆に。ちょっと柳川くんみたいなさ、人の方がリアルだなって思う。菊ヶ丘くんがあまりにもイケメンすぎて、確固たる意志を持ちすぎてて、お前マジかって思う。おうおうおうっつって。ちょっと動揺しちゃうわ、逆に。あ、そんな成人いるんやっつって。自分の恋愛観とか、なんて言うんだろう、自分に目を向けた時にあーあーあーってなっちゃう。イケメン様やあーあーってなっちゃう。でもデートしたら好きになっちゃうかもしれないじゃん。ならへんって、絶対ならへんって。この子だったらならない。菊ヶ丘くんガード固いもん、死ぬほど。相当愛されてると思うけどな。なんで心配になるんやろ、一周回ってこの子。この子、あ、この子つか、菊ヶ丘くん、あれやで、君救うために時をかけてるからね。クソかっこいいから、この子マジでイケメンだと思うけど。いい雰囲気で求められたらそのまましちゃうんじゃないの。一応君に対してもしなかった男やで。俺そんなに信用ない。クソ信用なくてびっくりする。だって会長めっちゃ美人だし。君もクソ美人やで。自分の顔面偏差値分かってる。関係ない。翼が綺麗だ。かっこいい。腹立ってきた。腹立ってきた。こいつイケメンすぎて。柳川くんはね、僕の中でかっこ悪いところとかっこいいところのバランスが綺麗なんだよ。だから僕すごい柳川くんが好きなのは、特に人間らしいところの側面も強く持ってるから、一番リアルなところなんだよ。この作品における菊ヶ丘くんってイケメンっていう風に決まってるから、設定上イケメンなんだよ。しょうがないんだけど腹立ってきた。イケメンすぎて。そんな君も好きだけど。あんなにおしとやかで、なびかねえな。君も綺麗だって言われても。翼は表裏なく底抜けに明るい。イチャイチャすな。おっぱいもすごいし。おめえもすげえわ。翼は背が高くてスタイルがいい。いい感じに切り替えたな、言葉を。お前もでかいわって僕だったらうって言っちゃうけど、スタイルがいいっていういい感じの言葉に言い換えおった。マジでイケメン数値高いわ君。私服の破壊力すごそうだし。私服の破壊力はね、普通。普通って言うと失礼。キャラデザをした人に失礼なんだけど。まあ、でも大人の女性って感じ。そういう意味だと破壊力強いかも。そのユニフォームも似合ってる。全部返してくれるやん。キックンのユニフォームが一番似合ってる。なんで急にキックン褒め出したんやこいつ。じゃあウェディングドレス世界一似合ってた。クソイチャイチャし始めた。タキシード宇宙一似合ってた。イチャイチャしてるだけなんだけど、これ3列ぐらい隣で一緒にバッティングしてる人いたらどうなんだろうな。なんこいつらって思うんだろうね。これカップルなのかなみたいな。褒め合い始めたけどみたいな。血は喧嘩してる。ふん、思ってたけど、ふん、なんかイチャイチャし始めたけど、ふん、ああ空振りばっかだな俺みたいな。なりそう。隣にいたら僕。俺にはこの世で翼しかいない。はかっこいいか。私だってこの世でもあの世でもキックンしかいないから。ほぼあの世を経験してるからな、この子の。俺は翼が好きだ。
私もキッカンが好き。ちょっと僕隣でバッティングしてたんですけど、ちょっとそろそろ帰ろうかな。解散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 です。俺の方が翼を好きだ。何これ、何この空間、何見せられてるの。じゃあ私は大大大何見せられてるん。いや、こういう展開を求めてギャルゲしてるから合ってるんだけどね。うん、全然合ってるよ。翼と結婚式してよかった。はい、末永くお幸せに。でも話し気は体験イベントだし。悲しそうな顔すな。結婚せえ、そのままそのまま結婚せえ。そんな悲しい顔するのやめて。じゃあ悲しくなっちゃう。もう一度式あげる。かっこよ、イケメンなんだけど。プロポーズやん。つかもう それレベルで親密な関係を君たち。もうなんか後ろで砂糖吐くわ。うわーっつって口から砂糖吐きそうな。中須翼とじゃない。川端翼と。あ、そっか。式をあげよう。あん時は中須翼さんだったからな。お、ホームラン行った。かっこいい。そんなの今ここで言うの？ずるいずるいよ。イケメンやな。ああ。ずっと考えてた。18になったらちゃんとプロポーズしようって。あ、そっか。あれ？え、でも男性あれ？何歳だっけ？今法律何歳だっけ？ちょっと覚えてない。ごめん。あの僕既婚者なのに結婚できる年齢覚えてないんだけど。そしたら暫定じゃない。本当の結婚式をあげよう。かっこよ、この人。かっこよしか言ってないんだけど。ちょっとやめて。あのなんかやめて。なんか生きててええんかな俺って思い始めた。翼と話して気づいたよ。かっこいいね。ちょっと俺は今まで会長からの告白に返事をしてこなかった。柳川くんとそういう会話したいよね。なんか思うんだよね、自分がその特にさ、ここまで解像度の高いゲームだとさ、自分がさ、あの同じ学園メンバーみたいな感じ、実況してるとそういう気分になってくるの。その第三者視点でこれを見てるから、だから同じ学校メンバーだと思っちゃう節があるんだけど、あの柳川くんと言いたいわ。あいつイケメンすぎねっつって、はあ、ムカつくよなって多分ムカつくよなって返してくれると思うけど、柳川くんだったらマジムカつくよねやつみたいな。切れそう。イケメンすぎて切れそう。ちゃんとお別れを告げなきゃいけないんだ。かっこいいな。キックン本気なんだね。今すごくいい顔してる。お礼も言いたいしな。実際マジ助かってるしな。私の大好きなキックンだ。もう疑わない？ああ、本気だ。翼、会長とのデートを認めてほしい。認めてあげてくださいよ。まあ、しょうがないな。はい、信じます。キックンには私しかいないって十分伝わりました。ラブラブやんけ。翼。だから、胸を張って行ってこい。こうして翼からデートの許しが出たのである。いい話だな。デート当日、会長が指定した待ち合わせ場所は。大地、お待たせ。待った？やめろ、ここを待ち合わせ場所にするな。よりにもよってここを待ち合わせ場所にするな。というか、あれか？な、あの、中央プラザもう一回出現させたんか、君。すでに取り壊されたはずの中心プラザだった。お前さ、お前さ、とか言っちゃった。あの、会長さんさ、あの、彼女との思い出の場所塗り替えに来るな。やめろ。容赦ねえな。えぐ。えぐいんやが。はい。あの、中心プラザって、あの、今この CG 使ってるけど、中心プラザって一回取り壊されてるっていう設定がありまして、あの、なんて言ったらいいんだろうな。前のイベントっていうのかな。その恋暫定保留につきでわかるんだけど、まあ、中心プラザなんてなくて、もう取り壊されてる、さら地しかないんだけど、その中心プラザが出現するのよ。で、その場にいる人たちは、お、なんか中心プラザがなんか立ってるっていうのを認識するんだけど、なんかこれおかしくねってあんま思わないんだよね。柳川くんが思わないのと、確か菊川岡くんもそんなおかしくねって思わないらしい。で、そういう流れで、なんかその周りは、え、中心プラザもうなくね？こいつらどうしたの？みたいな感じになるんだけど、そういう展開がストーリー上あるんですよ。でそれがもう一回立ってると。ま、なんで、まあ、あとここかっていうと、あれなんですよね。あの、翼さんとよく待ち合わせにしてた場所がここだよっていう展開なんですよ。で、その声保留につきだと、翼さんは死んでる設定のままで、あの、その声暫定につきで、それを回避するルートを、この菊ヶ丘くんは頑張るっていう話なんだけど、その、
中心プラザを建てると。何してくれてんの？あ、中心プラザデートですね。あ、選択肢あるんだ今回。翼からデートの許しが出た。会長から指定された待ち合わせ場所は取り壊されたはずの中心プラザだった。思い出を塗り替えようとするな。大地、お待たせ。下の名前で呼ぶな。いえ、全然待ってないです。彼女感出してくるな。優しい。準備に気合い入れすぎちゃって。実際可愛いよねこの服ね。翼が言ってた私服の破壊力すごそうはこのことなんだろうな。破壊力はすごいけどちょっと大人びすぎてない？年齢層的にやっぱ上なんだ。まあ神様だから上なんだけど、ちょっと上かなと思う。高校生でしょって思って、僕らの年代だったら普通なんだけどな。高校生でこの服って思っちゃって、母性を感じる服だね。この服どうかしら。まあ、綺麗ではあります。普段とのギャップがあって、あまたの会長ファンにはたまらないでしょうね。自分はあたかも会長ファンではないような言い回し。それは褒めているのかしら。褒めてる。はい、もうかなり。菊ヶ丘はいい加減ね。皮肉入ってるけどね。それはそうと、地震の件ちゃんと考え直してくれるんですよね。その菊ヶ丘くん、こういう時にさ、なんつうの、結論を重視しすぎるよね。それ先に言われると多分会長嫌だと思うんだけど。せっかくの楽しいデートなのに物騒な話題持ち出すね。そうね、前回のパートで明らかになってるけど、大野城会長さんは別に地震を起こしてる張本人ではなく、どっちかっていうと地震を止める側なんだよね。だからその一旦自分を悪者にしているという、まあ、それ解決できなかろうとできかろうと、どちらにせよ会長のせいなんだと思わせることで、うまく事なきを得ようとしているというか、綺麗に収集しようとしておりますね。そういう会長が一番物騒ですからね。まあ、会長さん何しでかすかわかんねえからな。まあ何事もいい風には向かうんだけどね。地震の件は菊ヶ丘が私を喜ばせるか次第よ。せやろな。今のところ壊滅的に、今のところ好感度マイナスの選択肢踏みまくってる気がする。はい、そう語る会長の口調からすでに喜びがにじみ出ている。普段から俺を振り回しては喜んでいるため、おのずと達成できるだろう。そうですか。あと、どうしてデート場所ここなんですか？確かに。え？だって菊ヶ丘といったら中心プラザでしょ？まあそれはあるな。全然答えになってないです。いや、あると思います。はい、ここ好きでしょ君。じゃあ菊ヶ丘が私と初めて出会った場所だから、これで満足？ロマンチックでしょ？そっか、一番最初の出会いもここなのか。そう考えると菊ヶ丘くんが翼さんを待ってる時に最初に出会って、未来のっていうか現在時刻って言った方が正しいのかな。菊ヶ丘くんが過去の自分に送る意識を送るんだけど、そのタイミングっていうのが大野城会長さんと初めて会ったタイミングなんだな。だからってもうない建物を出現させます。あ、これで霊力使ったのか。神通力使ったんかな。柳川くんのでも使った気がするけど、ここか、ここで使ったから和子ちゃんからもらったんかな。あと、あの子に邪魔されないようにね。誰？あれ翼さん、あの子ついてきてた。早く遊びましょう。ついてきてたんかな実は。OK と言いながらもね、乙女心は複雑ですから。どこ？あら尾行してたんやね。さっきまでいたのにどうして見失っちゃったの？これあれですね、中心プラザの後のところっすね。この観音の泉って書いてあるじゃん。その噴水があったと思うんだけど、さっきの中心プラザに、ここと今のこの背景の観音の泉がリンクしてます。水源は通ってて、同じ場所でこう噴水の代わりにこれが泉として水がバーって出てるよっていう状況なんだけど、建物がこの深層版に変更してるんですよ。つまり実質今菊ヶ丘くんは神隠しにあってます。はい。笑えへんけど。うわ、屋上ゲーセン懐かしい。昔はこういう場所があったんだ。へえ。県内はもう絶滅しちゃったからね。あら、そうなんですか。悲しいね。今の中心プラザのモチーフになってる場所っていうのかな、はバスターミナルのこと多分言ってんのかなと思うんだよね。位置的にはバスターミナルが福岡にあるんだけど、
あの高速バス乗れるバスターミナルとそういうショッピングモールみたいな合体してるところがあると思うんだけど、そこだと思うんだよな多分、まあ、そこはねゲーセンはあるんだけどね、こういう屋上ではなかったね。僕は行ったことありますね。台も当時のままだ。菊川くんにとってもあのこの中心プラザは思い出の場所だから、あの柳川くんが一番ね思い出の場所としている場所だったんだけど、あのでも菊川くんもよくデートで来てるから、デートの待ち合わせで来てるだけかもしれないけどね、来てるからね、すごい思い出の場所なんでしょうね。ねえ太一、まずどれで遊ぶ？何がいいですか？あ、その呼び方なんですか？なんで、そうね、なんで下の名前なの？恋人っぽくない？それはそうやけど、柳川くんは柳川くんだったけどね、射程っぽいですね。射程っぽいかな。もう雰囲気ぶち壊し。絶対乗らんやん君。本当面白くない。絶対乗らんやん大野城会長さんに。よいしょするって日じゃないの？地震を起こさないためによいしょする日なんじゃないの？もっと下手に出ないね君ね。それはどうも。お詫びにあのぬいぐるみ取って。お詫びに取れっていう表現面白いね。ぬいぐるみ、ほらクレーンゲームか。指さす先にはクレーンゲームが、景品の白い狐のぬいぐるみが並んでいる。会長はじゃらっと100円玉を積み上げる。分子金よ。くれるんだ。いいんだ。そこは会長が出すんだ。そうなんだ。どうなんだろう。俺も見くびられたものですね。お、大きく出たな。1枚で十分です。大丈夫か。俺はクレーンゲームには自信があり、台を見れば、勝ち気っていうのかな。あ、勝機がか。勝機があるのか、大体わかるか。取れそう。アームは3本詰めで、触れありの確率機。景品の置き方は一昔前の平積み。投げ技でタグを引っ掛けてしまえば一発だ。あーなるほど、確率機なんだけどタグ引っ掛ける技であればあんまり確率関係なく取れる。任せてください。これやるやん。アームは寸分の狂いもなくタグを引っ掛け一発でお狐様をお迎えできた。強すぎるんだが。このイケメン好きないが、多少隙を見せてくれ。あの、あ、いや見せないでくれ。でもあの僕の中の解釈としてはこれが正しいわ。あのどうしてもゲーム実況してる身であるから突っ込みたくなるから突っ込んでるけど、うん、合ってるわ。お見事、うん、大地かっこいい、うん、これがうん大地、うん、わかる。僕も呼び捨てにしだすっていう。取れましたよ急に。はい会長。距離感よな、なんか近くなっちゃったわ。ありがとう、大事にするわね。急に錯覚するわね。あの僕も菊川くんと距離が近いという。おっと狐持ってる、かわいい。これちゃんと持ってる。差分が豊富ですね。いいですね。どういたしまして。じゃあ次格ゲーをしましょう。格ゲーか、どうなんだろう。大野城会長さん強いの？格ゲー会長できるんですか？やるイメージあまりにもない。会長は近くにあった、筐体前に腰掛け、無邪気にバーをガチャガチャさせる。どうなんだ、強いのか。じゃあ早く早く。それしかもそれっぽい BGM が流れている。会長がそこ座ってるのシュールだな。やらなさそうな見た目。はあ、こういうのもなんですが、俺結構強いですよ。どうなんじゃろう。あら、そうなの？じゃあ、お手柔らかにね。聞こえたんだが、ラウンドファン、ファイツって聞こえたんだが。甘いわ。口先だけのもんね。甘いわ。真実、かごめ。あなたとの出会いが、私のすべてだった。いるやん、ゲーム内に大野城会長。めっちゃ面白いやんこれ。もう一回聞けるんだっけこれ。甘いわ。先だけのもんね。甘いわ。真実かごめ。真実かごめ、めっちゃ好き。あなたとの出会いが私のすべてだ。これ勝利セリフでしょ最後。格ゲーの解像度も高すぎんか。あのコンボ決めてね、あの専用技をね、あのよくあるね、あの矢印右下みたいな、わかる？右やって下やって右下やるとかさ、下右下右みたいな感じでやってボタン押すとさ、あの固有技出るじゃん。必殺技ゲージ消費したりして。真実かごめ、めっちゃ固有技やな。イメージできるもんな。あなたとの出会いが私の全てだった。おもろ勝利セリフ。会長強っ。嘘だろ。めっちゃ面白いやん。CPU でしか見たことのない超高難易度コンボを正確にクリアしてくる。台の不具合ではなく目にも止まらぬ神業で会長が操作している。大地弱い。だいぶやり込んでない？昔からやり込んでんのかなこの。会長もう一回。神様だから時間無限にあんのかな実質。わかんないけど。かかってきなさい。ラウンド2ファイト。ダメだ全然勝てない。おもろ。
最近の神様はこういうこともたしなむんだ。会長もう一回。今ラウンロー3つった。ワンつったツーつった。何度でもひねりつぶしてあげるわ。おもろいやん。神が格ゲーうまいのめちゃ面白い。こんなに熱中するのは久しぶりだ。ランド3ファイトって言った気がする。私も楽しいわ。キクワオカくんが童心に帰ってる感じがあっていいね。いつまでも。うわ、寂しい顔してる。ずっと遊んでいたいわね。大野城会長さん、自分の神の存在をも消化してあの地震を止めようとしてんのかな。みんながそのなんだろう、会長さんとデートすることでその神の力を高められたとしても、それでもやっぱ自分の体を消費するとか自分の存在を消費することは止められへんのかな。会長、寂しそうな顔するね。結局俺は一兆もできずに軍資金が尽きた。俺らはそのまま展望デッキへと向かった。ここから見えるお城はいつ見てもいいものね。そう、この風景ね、ワンチャン似た方向の風景が撮れないかと思ってバスターミナルのところで場所を探したんだけど、やっぱこれと全く同じ角度は無理っぽいね。多分この対岸にあるビルがね、多分ね、会社なんだよね。で、実際似たようなビルの会社がその近くに何社か建ってて、似たようなビルの形はあるんだよね、この周りにあるビルの。多分角度的に合ってそうな気はするんだけど、なんかね、やっぱりね、この完全にこの角度になんなかった。多分本当に中心プラザがないっていうことなんだろうけど、昔はあったからその時の写真とかを使ってこの背景を生成なされてるのかな。どうなんだろう。そうですね。けれどここの景色はもう見れないですよ。そうね、ないからね、中心プラザはもう。誰かが求めてくれればいつだってね。あ、その時はまた出す予定なのかな。まるで俺が求めたみたいな言いようですね。でも菊川岡くんとのデートはここがいいよな。デートの場所ここを選んで正解だったわ。こんなに喜んでくれるなんて。こちらを見つめる会長の瞳はまるで俺の心を見透かしているようだった。確かにこんなに楽しい日々がいつまでも続けばと思うし、会長を求めればそれが叶ってしまうだろう。だけどそれじゃダメだ。中心プラザはすでに取り壊され存在しないし、その跡地に立った式場は俺と翼は式場で俺と翼は未来を誓い合ったんだ。こんな幻想はもう終わりにしなければならない。会長、今までずっと聞きたかったことがあります。最後に教えてください。お、何かしら。俺のこと本当に好きでしたみたいなこと聞くんかな。会長はどうして俺のことが好きなんですか。でも一番特別視してるよね、登場人物の中で。好きに理由があるのかしら。なんやかんや本当に好きだったんかな。いや、そうじゃなくて、全校生徒から慕われる会長がどうして俺に目をつけたんですか。確かにそれはなんでなんだろう。なるほど、そういうことね。幼少期に狐を助けた記憶もありませんしね。ああ、そういう過去の関係はワンチャンありそうな気はしてたんだけど、違うんか。うん、お稲荷様をバカにしてバチが当たるよ。バチ当たりそうや。バチなら生徒会で散々当たりました。クソをこき使ってるからな、生徒会ですぐ口答えする。だけど真面目な話、どうして俺なんですか。ただイケメンだったからじゃないだろうね、きっとね。それはね、菊ヶ丘が私の存在し続ける理由だったからよ。どういうこと。どういうことですか。同じこと言っちゃった。ちょっと長くなるけど聞いてくれるかしら。もちろん、はい、もちろんです。教えてください。そういうの楽しみにしてるから。話は菊ヶ丘が高一の頃に遡るわ。結構前やね。その時翼さんもういないかな。これ一旦切れるかな、ストーリー。あ、切れなかった。展示会で古くなった旧校舎の取り壊しが決定した。社もその例外ではなかった、はい、うん。もしも社が取り壊されれば、そのご心配である私も存在が維持できなくなってしまう。この時に受け入れる選択肢もあったのかな、もしかして会長には。けれど私は、ああ、やっぱり消えてしまうのも悪くないと思っていた。うん。変わり映えしない日常に飽き飽きしていたし、取り壊しが決まったということは、その神様も
わ、悲しい。求められなくなったということだから。まあ、悲しいけどそういうことだよね。あの神社を移転する話が上がってなかったわけじゃないですか。自力でね、恋愛応援委員会室に移籍しただけだから、この会長さんが。だから要はあの神社は守ろうよとか、どっかに移籍しようよっていう判断を誰もしなかったってことは求められてないってことなんだ。もういいかなって諦めていた。そんな時にね、現れたの。翼を神隠ししてください。会長なら神隠しくらいできますよね。ああ、それでここに繋がるんや。これはその恋暫定につきやね。でこの菊ヶ丘くんは未来で、あの会長さんが巻き戻した人だね。あのなんつうんだろう、意識だけ過去の菊ヶ丘くんに入れてますね、この時点で。で未来の会長がそれをしただけだから、あのこの時点だと多分会長さんは意味わかんないよね。私を求めてくれる人が。ああ、そうね、求めてくれたってことなのか。好きな子を救うために未来から来たって言うじゃない。なんて面白い人なんだろうと思った。ここで惚れたのか。それは私が存在し続けるのに十分すぎる理由だった。だ、未来この子を守りきるまではまだいようって思ってくれたのか。二人が未来で再会できるまでは私は消えるわけにいかない。社を完全に取り壊させはしない。それで移転したって言ってたもんね。もともとはさ、あの今回のゲームやり始めて、そのあの移転した理由は、その会長が存続し続けるため、存続っていうのかな、残り続けるためだみたいな話を冒頭でしましたけど、その恋暫定につきをプレイしてる時点だと、社を移籍した理由は神隠ししてるから、社の中で神隠ししてるから、翼さんを残すために移籍してたっていうのがその恋暫定につきの理由なんでね。そのために私は翼ちゃんを社に封印し、恋愛応援委員会を作り、巫女の和子ちゃんを入学させ、社を委員会室に移設した。あ、恋愛応援委員会もそのためだったのかな。その未来を形成するためにやってんのかな。どうなんだろう、恋愛応援委員会それだけの理由じゃないような気はするけれども、どうなんだろうね。恋愛応援委員会いつからあったんだろう。昔からもしあったんだとしたら、あ、でも昔からないのか。あの天神さんを勧誘してるから最初からあるわけじゃないのか。この人は別に未来が見えるわけではないんだろうな。過去に意識を送るとかはやってるけど、あの未来を知っている人ではないんだろうね。だからいきなり来てんって思ったけど、まあ、未来の自分がそう判断して、あの菊ヶ丘くんを過去に送ったのであれば、それに従おうって思ってくれたんだろうね。翼、迎えに来たよ。超かっちょいいよね。キック、私寝ちゃってた。二人が出会えた。これまでしてきたことはすべて菊ヶ丘、あなたのためよ。自分が生きる理由をくれた菊ヶ丘くんのことが好きなのかな。嘘だろ、全部俺のためだったのか。本来なら消えちゃってもいいけど、その未来で自分を必要としてくれる人がいるなら、まだ神であり続けようと、残り続けようとしてくれたってことなのかな。ええ、この約2年間私はあなたのためにずっと尽くしてきた。社の取り壊しで会長が消えるはずだったって本当ですか。ご神体だったらやっぱ消えちゃうんじゃないかな。その通りよ。でも会長の力をもってすれば、神社の保存を働きかけたり、洗脳して信仰を集めたりして延命できたんじゃないですか。菊ヶ丘の中で私は一体どんなイメージなのかしら。まあできることと自分がやることは違うかな。能力としてそれを持っていることと、それを行使しようという意識があるかは別だよね。だっておとなしく、はい消えますと諦める会長が全然らしくなくて。どうなんだろう、やっぱ長く生きてると人との縁もどんどんなくなっていくじゃないですか。よくいろんな作品でさ、不老不死がテーマになってる作品ってさ、不老不死を全力で楽しむやつってあんまいなくて、不老不死って死ぬ理由を探すとか死ぬ方法を探すことが多いじゃん。創作漫画しかり、実際の漫画ゲームしかりで、だいたい生きることに疲れるんよな。僕らは生きてる期間が限られてるし、あのね、友人とかがまだ生きてるけど、どんどん友人とか作っても先に死んでいっちゃうし、自分と同じ神みたいな存在で仲いい人がいたら
あの永遠にそれは生を楽しむのかもしれないけど、あの小野城会長さんそういう感じじゃないし、ってなるとね、まあもういいかなって思う気持ちはありそうだよね。私の奇跡はみんなの思いを束ねるだけ。信仰心を使って信仰心を求めてもいつしか尽きる。みんなの思いを束ねる、あれか、化かす能力じゃなくて思いを束ねる能力。思いを束ねるってなんだろう。結局信仰心、大元は信仰心ってことか。だから信仰心を使って信仰心を集めてもそれ偽物だから、あのなんだろう、ちょっと変な例出していい？アンパンマンが自給自足できないようなもん。ごめんね、クソみたいな例しか思い浮かばんかった。あのアンパンマンってさ、自分のアンパン人に分けることができるじゃん。自分でアンパン食べてさ、体が動くエネルギーを摂取したとしてもさ、アンパンってそのうち消えちゃうじゃん。自分が食べるための口もそのうちなくなっちゃうから、だから自給自足って、本来の自給自足って不可能やん。だから本心の信仰心じゃないと、あの尽きるよねってことを言ってるのかなと思ってます。それに人々に求められてこその神様が人々をそそのかして流られたとしたら、それはもう神様ではなくなっているわ。確かに、それはもう神と呼べるのかってとこだな。確かに、まあ神社を委員会室に移した時点ですでにロスタイムなんだけどね。ああ、そういう意味だとちゃんと大野城会長さんを信仰してる人はいないのか、ある種その神を認識してその神を崇め奉る人たちがいないのか。会長は寂しげにほうけてみせたかな。俺と翼が再会した今、そのロスタイムはすでにロスタイムすら終わっているということに。最初は約束を守りたい一心だった。優しい神様やね。だけど菊ヶ丘と一緒にいればいるほど好きって気持ちが募っていった。神様も恋をするんだな。ずっと翼ちゃんを待ち続ける菊ヶ丘の姿に胸が張り裂けそうだった。あー、これ辛そう。翼ちゃんは社にいるよって打ち明けたかった。これちゃんと頑張って耐え続けた大野城会長さん、すごいね。言っちゃったら結局なんだろう、その未来がなくなっちゃうからね。その一応あれってさ、タイムパラドックスがないような感じでストーリーが進行してるんですよね。一応あの過去の自分に接触するとか、大野城会長さんが秘密にしているから、要は未来が、その未来が生まれるみたいな感じで綺麗な流れをたどってるんですよ。だから言えないんだよね。大野城会長さんは二重の意味で苦しんでんだよね。菊ヶ丘くんのことがだんだん好きになっていってるんだけど、翼さんのことをずっと思い続けてるし、翼さんは本当は全然社の中で無事で神隠しになってるだけなんだけど、それを言っちゃうと神隠しされる翼ちゃんのルートが消えちゃうから言えないっていう。でかつ好きな気持ちもある。苦しすぎる。この神業を背負っている。だけどね、えげつないな。その一方でこのまま翼ちゃんを選ばなければ、翼ちゃんの封印が解かれなければ、まあ、その心もあるわ。そりゃ私にもチャンスがあると思ってしまったの。まあ、そりゃそうだろうよ。バカな神様ね。翼ちゃんがいなければとっくに用済みなのに。まあ神様ってどっちかというとあんまいいやつじゃないやつ多いしな。神ってそういういいイメージはない、僕はないかな。神様が代替になる作品とか元ネタとかをやっぱりよく調べるんですよ。大体そのモチーフになってるものとかもよく作品ってありまして、そのよく調べるんだけど、結構忘却無人な神が多いから、なかなかね、いい神様な方だと思いますけどね、大野城会長さんは。どうして私は菊ヶ丘のことを好きになっちゃったんだろうね。なんでだろうね。会長はこれからどうなるんですか。最後の力を振り絞ってやっぱ自信を止めようとしてるんだろうな。菊ヶ丘が求めてくれればそれだけで流れるわ。もし求めなければ、社と一緒に朽ちるわ。究極すぎるやろ。委ねられたんだが、菊ヶ丘くんに選択が。会長は生き続けたいです。これ選択肢出るルートだった。そういえばやばいっぴね、これ。どっちルートもあるってことかな。つまりすぐ朽ちちゃうルートがあるってこと。私はただ菊ヶ丘のそばにいたい。え、でも求めるのも違くね。菊ヶ丘に求めてほしい。難しい選択肢来そう。やだな、やだな。あの
僕ね、自分で選択するタイプのギャルゲーも好きなんだけど、僕結構ねストーリーを読みたいマンだったりしてて、要はあの選択肢があることを悪いと思ってはないんだけど、その僕ってこの主人公たちが取る行動をただ受け入れて第三者目線でそれはおかしいよねとか、いやこれはそうするしかないよなっていうのを受けたいタイプなの。だからこの子たちに選択を委ねたいんだけど、まあ現実は非常よね。あの選択肢をプレイヤーに委ねるよね。何言ってんだって言われそうだよね。こいつ何言ってんだと。あのプレイヤーなんだからそれは選択する責任がねプレイヤーに生じるのは当たり前なんだけど、選択肢をプレイヤーに投げるなっつってんだよねこのプレイヤーは。意味わかんないよね。意味わかんないと思うけどそうなのよ僕は。意味わかんないよね。うん。会長の瞳から一筋の涙が伝い落ちる。人はこんなにも美しい涙を流せるものなのか。ねえ菊川か、私を求めて。絶対選択肢くるやん。嫌だな、えぐいな。ちょっとここにしようかな一応。いや求めたらそれはそれで嘘な気がするね。菊川くんは求めないと思うんだよな。どっちがバットなんだろう。求める方がバットなんだよなきっと。違うかな。2ルート開けることあるかな。このゲーム多分2ルート開けるパターンじゃないと思うんだよね。一つバットの演出を見せつつ、あのどっちかが正解っつって一旦どん詰まるはずなんだよな多分。求めるルート見てえけどな。でもそれでも俺は翼を選ぶって言うのが多分菊ヶ丘くんな気がするんだけど、ちょっと菊ヶ丘くんは求めるって言わないと思うんで、ちょっと求めるから選んでこうかな。俺は会長を失いたくない、これからもずっと一緒にいたい。これ言わなそうやな、菊ヶ丘くん言わなそうやな。これ菊ヶ丘、俺は会長を求めます。ありがとう、嬉しいわ。偽りのハッピーエンド、偽りすぎる。だったら翼ちゃんはもう様子見ね。悪魔になっちゃった、怖いって。あ、そうなるよね。菊ヶ丘くん、いや、まあ、これバットだよな。いや思ったんだよな、これバットやなって。バットやこれ。みんなごめんね、まずバットから見ていくわ。うん、ハッピーエンド後で回収するから待っとき、みんな待っとってって。あ、これは俺が選んだ選択やから、菊ヶ丘くんは選んでない。この選択肢の全責任はこのプレイヤームービーにある、任しといて。だからあの僕がこのみんなの、これを主張してるみんなの怒りを抱え落ちするわ。大丈夫、あの殺して殺してって。何、はい、やっていきましょう。菊ヶ丘先輩どうしました。菊ヶ丘どうしました。おかえり菊ヶ丘。どうしました。みんなどこに行ったの。何をしているんだ。どこの時点に行った。あの翼さん助けられなかった時空に来た。翼にありがとうって伝えられた。どういうこと。似たような状況が前に。あ、最後にありがとうを伝えに行くみたいな感じの流れになってんの。ああ、迎えに行った日か。迎えに行った日、社に封印しに行った日じゃなくて。じゃあ社にはまだ。ほう、社、社ないわ。今見たけどない。この部屋に校舎裏の子まだ立ってんの。校舎裏に。社は取り壊されたじゃない。それなんでむしろ会長いるんだ。じゃあ翼はどういうこと。ん、え、どういうルートだこれ。嘘だろう、俺が今まで見ていたものが暫定だったのか。菊ヶ丘よく頑張ったわ。甘い罠すぎるだろこれ。会長、バッドエンドや。今までこんなバッドエンド作ってこなかったのに。あ、作ってきたっけ。一応バッドエンドはね、あるにはあったんで、今までのルート、この作者さんこういうがっつりしたバッドエンドは作ってないような気がするけど。ああ、聞くが、なんか怖くない。翼ちゃんとの恋を終わらせてくれた。せやね、終わらせちゃったね。いや、菊ヶ丘が終わらせたわけじゃないよ、プレイヤーが終わらせたよ。あなたが辛い時は私がずっとそばにいる。闇落ちやん、大野城会長さん。あなたがいればずっと生きていられる。まあそうだろうな、信仰心をこれで得られれば生きてるだろうな、ね、会長。
菊ヶ丘くん、でも約束したしな、僕の選択肢だけど、それ菊ヶ丘、私を求めて、はい、このエンディングもでも好きごめん好き、普通に。会長は俺の言葉を飲み込むように唇を奪う、強く抱きしめ翼をなくした喪失感を埋めてくれる。会長さえいれば他には何ももういらない、終わらない恋をしましょう、終焉しない、あ、大野城エンド終わり、一つのエンドだね、要はごめんっていや罪悪感えぐ、もっかい選び直せと言わんもっかい選び直せと強い意志を感じるいや他のルート行かせんけどみたいな、他のルート行かせんけどやれよおいみたいな、進捗度達成度マイナスマイナスになってる、あ、ちょ、間違えた、保存するとなんか変なことになったりする、一応ここに保存してみようえぐ、ああ予想はしてたわ、ああ先に踏めてよかったわ、だって言わないもんな菊ヶ丘くん、いや目そらしてる、菊ヶ丘くんが僕から目をそらしてる、あ、その選択肢踏むんだムービー、信じてたのにみたいなごめんって、ちょっとこっちもいろんなルート見たいんやって、菊ヶ丘、あ、ここからなんだ、しかも私を求めて、ああなるほどね、ああそのすごい配慮がすごい、あのやるよねみたいな、ここで終わらんよねとゲーム制作者さんの意図がすごい伝わる、うん、やるよ、もちろんやるよ、最後まで大丈夫だよ、ここで、あ、じゃあエンディング来たんでムービンの実況ここで終わりますつって全何パートですつって言うわけないでしょ大丈夫よ、安心して、それはできません、うん、それはそうよ、うん、気の迷いってやつよ、あのゲーム実況者って気狂ってるから大丈夫、あの動画投稿者って大体気狂ってるんだ、だから こういう選択肢も踏む、うん、そしてああいうエンドも好き、ごめんごめんって何、今日俺は会長の告白を断るために来たんです、あ、本当に好きだろうなとは思ってんだ、求めてくれれば大好きな中心プラザでずっと遊んでいられるよ、そう、ある種バットではないんだよな、あれはあれで、会長もういいんです、俺はもう暫定と言って今を諦めたりしません、中心プラザとも決別しなければならないんです、これからは翼との未来を歩みます、あ、そうだよな、多分会長さんが好きな菊ヶ丘くんはこういう菊ヶ丘くんだからさ、だからこう言われたら、あの普通の神様とかだったら恨む可能性はあるかもしんないけど、なんで愛してくれないのって、多分これが好きな菊ヶ丘くんだから、多分背中を押すしか選択肢はなくなると思うんだよな、だから俺は会長を求めません、そっか、暫定に、あー、これ深いね、私の方だったのね、会長さんが暫定にしたいと思っていたっていう、本当はね、このゲームがその恋終焉につきだから終わらせようとしているわけじゃないですか、だけど終わりに向かっていないのは大野城会長さんだったということですね。ねえ菊ヶ丘、うわ、言ってして、別れのためにね、抱きしめてあげてほしいよね、めっちゃいい CG、 絵ではない、言ってしてくれたら卒業式の日に大地震起こさないであげる、いや本当はこの人が起こそうとしてるわけじゃないんだよなわかりました、会長、俺と翼を引き合わせてくれてありがとうございました、やっぱり菊ヶ丘は本当に面白くない、でも大野城会長さんが好きになったのはそんな面白くない菊ヶ丘くんなんだろうな、多分な、ちょうどいろんな意味で終了を告げる、会長さんの神様の恋も終了してしまったということですね。ねえ菊ヶ丘、何ですか、最後アキちゃんのことで頼みがあるの、あー天神さん、え、なんか続くやん、
そうなんだよね、天神さんルート一旦お預けになってんだよな。天神さんどうなるんやろう。天神さん一番なんか終わり方難しそうだよね。なんかその冒頭でもというかこの実況始めた時にも言ったんだけど、あの天神さんってさ、実際問題その誰ともくっついてないじゃないですか。なんか終わってないんだよな、あの子の状態って執着してないんだよな。でこの恋愛応援委員会というところに居場所を求めてるから、あのなんていうの、会長がいなくなるとちょっと困りそうなんだよね、あの子ってね。一番困りそうなポジションじゃん。だからね、なんかしないといけないんだろうな。彼女の物語を終わらすためにはもうアクションがないと終わんないんだよな。多分柳川くん追われるし、キックガオカくんも追われるし、あのメイノハマさんも追われるんだけど、追われないよな多分天神さんは。ワコちゃんも終わってないといえば終わってないのかもしんないけど、彼女は彼女の生活があるから、多分そのある種そのうちね、来たるべき時が来たら、その天皇さんの親戚というか家系軽いな、天皇様って呼ばないとまずいのかな、あのの家系であることは明らかになって、彼女の人生がきっとまた続いていくっていうことはわかるんだけど、天神さんがなんかそれっぽいその未来がないんだよね。未来が描写されてないんだよね。だから終わってないよねってことだよね。だから何かしらを聞くがおかくんに頼んでるんだよな。何なんだろう。会長と別れエントランスに降りていく。エスカレーターが進みにつれて本来の内装へと戻っていく。振り返っても昔の中心プラザの面影はどこにもなかった。泉の広場では翼がベンチに腰掛け眠りこけていた。俺を信じて待ってくれていたのか。翼、迎えに来たよ。なんか尾行されてることを知ってそうで面白いな。おはよう。私寝ちゃってた。こんなに待たせちゃってごめんな。いつも待たせてるのは私だから。ホワイト、あ、普段はそうだね。それで会長にはお別れ言えた？最高のお別れだったと思いますけど、うん、ちゃんと言えた。そっか、私を選んでくれてありがとう。一緒に帰ろう。うん。こうして会長の恋は終焉を迎えたのであった。そうだな、神様のあの恋も終わりだったということでございます。めちゃめちゃ良かったごめんね、さっきあっち選んじゃって。いや、あっちがバットだことはもう分かってたんよな。だバットから見たくてさあれミスりたくなかったんだよな。あれミスりたくなかったんだよな。ミスらなくてよかったわ。いや、僕の思った通りの順番に引けたわ。ああ、できたできた。うん。なんかあのね、あのノベルゲームコレクションのバッジを実は今もらったんだけど、さっきのタイミングもらったんだけど、おー、よかった。はい。菊ヶ丘くんのあの表情のやつ用意してんの天才やな。あれドキッとするよな。ああいう演出いいよね。あの例えばさ、ゲームクリアした後にさ、ゲームのオープニング画面、この画面じゃなくて、あの一番最初のさ、続きからとかを選択する画面がさ、ゲームクリア後に変わるゲームあるじゃん。ああいうの好きでさ、なんかエンディングによってなんかその後の表示が変わるみたいなやつめっちゃ好きなの僕だからゾクッとした。はい、ありがとうございます。というわけで引き続きやっていきたいんですけれども、まあ、会長さん最後にやる予定なんですよね。どちらにせよ、いいことでもった。どの順番だろう。森常さんも選択肢あんの。はいはい、元気。順番的には和の順番的に言うならメイノハマさんなんで、次回メイノさん、ハイロプラプラさんルートやってきますカビカビなんだけど大丈夫そう。大丈夫そうかな。まあ、今回1時間ぐらい収録してるんでね、あの今回はパート分けずに、あの菊ヶ丘くんルートということで綺麗にまとまってるんで、1本の動画にしようと思います。クソ長くなって申し訳ございません。はい、というわけでこの今回のゲーム実況としてはパート数は短めになりそうかな。今までのあのその恋シリーズにしては、多分僕があのパート区切り内で40分とかあの1時間とかであの編集して出そうと思ってるんで、あ、綺麗な区切りになってるんで、それで出す予定なんですけど、まあ、そのせい、おかげ、どっちが適切な用語か分かんないけれども、長くなる、あのパート数としては短くなると思うんですけれども、はい、引き続きご視聴していただけたらと思います。はい、というわけで今回の実況は以上とさせていただこうと思います。ご視聴ありがとうございました。ムービーでした。バイバイ。